ゲームの効果音にはいろんなものがあります。常に効果音が流れていると言っても過言ではありません。その音を正確にあるいは誇張して表現をすることが多いと思いますが、その音量や派手さ、目立ち度についてはよく考えなければなりません。例えば歩行の音と剣を空振りする音、どっちも小さそうですが、どちらを優先したらいいでしょうね。ゲームには非常に多くの音があり、また該当する動作を模して作られているので判断に困ることもあろうかと思います。私からのアドバイスとしては、音の優先度や大きさはプレイヤーに大きく関係するものをより大きくするという考え方が合っていると思います。スマブラを例にとって解説しようと思います。ただ細かい効果音は省略し、ざっくりと音量を一番大きくすべきは撃墜の音です。撃墜した場合も撃墜された場合も駆け引きや勝敗を結果付ける大きなイベントなので、これは一番大きく演出します。最重要。次はヒット音など、相手に当てた時、当たった時、これは自身の振る舞いの結果がダイレクトに返ってくる瞬間ですから、ちゃんと演出します。ジャストシールドなども同じ程度。次は必殺技の効果音など、ヒットではなく普通に打った時、個性際立つ特徴的な技を繰り出すわけですから、相応に目立つようにします。もちろん技の強さや性質によって実際の音質はまちまちです。ボイスも必殺技と同程度が妥当ですが、明快に喋ると効果音よりよく目立つので、バランスを取る必要はあります。爆発などはヒットと必殺技の中間くらいかなと。ただ大きいものはより引き立てます。次に回避やシールド受け、崖つかまりなど、何らかの条件で発動する動作のうち狙った効果が出るものです。次に攻撃の空振りなど、この辺りまで来るとだいぶ聞こえにくくなります。ボタンを押した操作結果なので、ある程度は引き立てます。なお弾き入力をするダッシュなどもこのぐらいかなと。次にちょっとした移動に伴う動作、ジャンプや着地などです。着地などはリアクションなのでジャンプよりは大きめ、着地も奥が深く、服装やブーツ素材などによって個別に作り変えています。なんとクラウドの衣装による着地音の差もあったりして、いいスピーカーで聞き分けられます。最後に歩行など、これも操作の結果なので、ちゃんと演出します。対戦中はほとんど聞こえないかもしれませんが、ちゃんと個性がついており、ファイターが増えるたびに作り変え、チェックしています。足音のようなものは音にばらつきを演出すること、同じ音が連続で並ぶと機械的になりすぎます。なお歩行は 3D ゲームならもっと優先度を高くして良いのではないでしょうか。あんまり聞こえないゲームが多いのだけど、ホバー移動のように感じられ、少し物足りなくは感じています。まあ歩行って結構めんどくさいですけどね。アトリビュートとかマテリアルとか言いますが、地面の質によって歩行音や着地音を変えなければなりません。だけど本物らしいことが確かな手応えを生むので、ちゃんと頑張らざるを得ないですね。効果音の音量を振り返るとき、そのゲームでの重要度、特にプレイヤーキャラクターへの影響度を考え、プライオリティをつけましょうということで、アクションの大きさのみを見ていると妥当なものにならないです。